はい、皆さんどうも K でございます。今回はですね、淀川に長考に行くので、その淀川に行くときに、持っていく、タックルボックス、それからリールとロット、これのセットを紹介したいなと思います。もともとね、紹介するつもりはなかったんですけど、ツイッターでね、フォローしていただいている方々に、聞いてみたところ、見たいということだったんで、動画にしてみます。それでは、まずロットなんですけれども、ロットはですね、こちら、2ピースですね。で、僕にしては珍しい台輪のロットですね。はい。これもともと、釣り具屋さんで、淀川用に買ったものですね。かなり前ですけど。で、淀川は僕自転車で行くので、2ピースが絶対で、で、まあ、エクスプライドでもいいかなと思ったんですけど、多分、かなりラフに扱うので、まあ、結構安いやつにしとこうかなと思って、まあ、買ったやつで、淀川長考、まあ、ほとんど琵琶湖がメインなんで、あんまり行かないので、たまに行くときぐらいならね、これで十分かなと思って、これを買いましたと。めっちゃくちゃ前ですけどね、いつやったかな、忘れちゃったな。型がですね、6102MHB ですね。はい。4分の1オンスから、4分の3オンスまで、ラインが8ポンドから20ポンドですね。どっちかというと、中段成形かな。はい。中段成形で、どっちかというと巻物寄りなんですけど、まあ、正直レギュラーテーパー気味なんで、まあ、個人的にはテキサスも使おうかなと思ってますし、巻物もこれで1本でいっちゃいます。はい。淀川長考する際は、もうとりあえず歩き回ったり、いろんなところにぶつかったりするんで、これにしてます。で、次に、リールですね。リールはですね、こちらもちょっとツイッターでリクエストをいただいたんですけれども、この、懐かしの、皆さん覚えてます？これ。メタニウムですね。これ2000年モデルだったかな。菊本さんとか森蔵さんが使ってた、有名なメタニウムですね。ここから07モデルが出たんですよね。懐かしいなぁ。で、これを、まあ、これにセットして、使おうかなと、はい、思ってます。こちらですね。はい。メタニウム。ロットとリールはこんな感じですね。で、次に、ルアーボックスが、まずこれですね。まあ、針とかが入ってるんですけど、フックケースに、まあでも使うのは、なんかネコリグの針とか入ってますけど、あんま使わんかな、多分。ベイトなんでね。まあ、僕はこの、進化、これ見えるかな、これ。テキサスリグですね。テキサスリグにちょっと使うシンカーを何個かと、まあ、針を何個かですね。はい。で、まあ、テキサスと巻物メインでいこうかなと思ってます。テキサス好きなんでね。あ、ちなみにこのメタニウムに巻いてるのは10ポンドですね。で、こちらですね。これが、僕はね、結構もう淀川に行くときはもう本当にシンプルな、もうボックス1個だけで行ってますんで、これちょっと、全然、しばらく琵琶湖だったんで、全然使ってなかったんですけど、中どうなってるか、ほぼ覚えてないっていうね。ちょっと、見てみましょう。ここに見えてる OSP のドライ袋、これは、今バサッと入れました。じゃあ見ていきましょうか。ちょっと上から見ていこう。はい。では、淀川ボックスですね。見ていきましょう。はい。相当汚いっていうね。まずこれがフックですね。はい。サイズは、40ですね。これ、ノガレスかな？あれ？これどこやったっけ？ああ、多分ノガレスのフッキングマスターですね。はい。あ、ノガレスや、これ書いてますね、ここに。で、次、これ。これはジグトレーラーに使おうかなと。デスアダのツインテールですね。はい。これね、淀川はね、結構濁ってる場所が多いので、もうとりあえず、淀川広いので、歩き回って釣るときに、
ルアーの存在を知らしめたいとバスに。で、このツインテールをトレーラーに使って、釣ろうかなと。もちろんスイミングジグですね。はい、こちら。で、これさっき入れた適当にぶち込んだドライブクロー。この間、ドライブクローの取扱説明書っていう動画で、説明させていただいた動画、ドライブクローですね。それから、これが、これはあれですね。テキサス用。ゲイリー山本の、フィッシュアロー、FA ホックですね。フィッシュアローホック。なんかワームの液体がついてしまってるっていうね。はい。で、これは、ゴミか。ゴミですね。で、これが、フラッシュ J ハドル。これは使わんかな、多分。これ、ビアコ持って帰ってもいいかもしれないですね。はい、定番のカットテールですね。はい、カットテール。で、これが、スナップですね。エバーグリーンのスナップ。これもう、誰かにもらったやつだったと思います、これ確か。はい。僕は大陸スナップオンリーなんで、これ確かもらったやつだったと思います。はい。はい、これもテキサス用ですね。はい。懐かしの。皆さん使ってましたよね。あれ、知らない人もいるんですかね、これ。じゃあ次に、これは？これもテキサス進化ですね。16分の3オンス。5グラムか。5グラムはいらんかな。はい。こんな感じですね。はい。またフックですね。はい。これは30。これもフックかな。これは使わんな。はい。ルアーが出てきましたね。はい。これはメガバスのビジョンですね。これね、一応ね、僕、シーバスもちょこっとやってるんで、まあ、それ用に入ってるやつだと思われます。これ、シーバス系ですね。これはね、正直バスにも使えると思います。両方。はい。案外ね、海のルアーってバスに、使うと結構いいものとかあったりするんで、これも、海ですね。で、クランクが2つに、クランク2つ、スピナーベイトが2つ、ラドスケールですね、これ。デプスの。はい、ペンシルベイト。これは使わんな。これは使わないですね。で、今カツの IK ですね。IK の180。あれ、ピントが。はい、IK の180ですね。これもう売ってないんですよね、確か。で、これは懐かしの常吉ですね。はい。で、それのちっこいバージョン。で、これチャターかな。OK チャターだったかな ?KO チャターだったかな、どっちかだったと思います。はい。それに、さっきのフラッシュ J がついてると。で、ここに僕の大好きなスイミングジグ系が何個か入ってる感じですね。はい。これなんか持った重さ的に8分の3オンスですね。もうなんか、この僕の愛用してるこのハイパーフットボールジグに関しては、持っただけで大体の重さがわかるっていうね。8分の3オンス。8分の3オンス重たいな、でも。うわ、この辺はこれテキサスの、進化止め。これは？マキラバか。懐かしいなぁ。マキラバですね、これ。マキラバのすごいちっちゃいミニのサイズ。チビマキラバ。それから、この辺はもうグロテスクゾーン入りますね、これだいぶ。これは PD チョッパーかな ?PD チョッパーですね。PD チョッパーに、ちょっとこれもうグロテスクなんで、現地で使いましょう。これもう、深夜、こんなもん、触るもんじゃないわ。はい。まあ、こんな感じでね、どうしよう。これメインに何でいこうかな。
まあ、このハイパーフットボールかな、フットボールと、あとここに嫌がりますね。はい、これここに糸結んだまま、これもうねこれだいぶ前に釣りから帰ってきたまま、多分ヨドバ行くとねめっちゃ疲れるんですよ。で帰ってきたまま寝て、そのまま置いてたやつですね、おそらく。まあでも針とかは錆びてないんで全然使えるんですけど、ただ全然整理整頓ができてないっていうね。はい、琵琶湖で使ってるやつはバッチリ整理整頓してるんですけど、ボックスがどうしても一つになってしまうとね、もうごっちゃに、もうごちゃ混ぜ状態。だからとりあえずもうこんな感じ。はい。まあメインどれでいこうかな。このクランクと、スピナベ、そうな、クランク、それからテキサス、まあこのハイパーってとこかな。それとこの、PD チョッパーですね。この辺で行きたいなと思います。ってな感じで、淀川タックルの紹介でした。皆さんはね、しっかり釣りに行くときは、どこに何があるのか把握してから、僕全然このボックス触ってなかったんで、どこに何があるのか全くわからないという状況で今ちょっとご紹介した感じですね。はい。なので皆さんもしっかりと、ルアーボックスは整理整頓してからね、釣りに行かれるようにお願いします。琵琶湖ボックスもできれば、ちょっとシークレットルアーがいっぱい入ってるんですけど、琵琶湖ボックスも、まあ、おいおいね、紹介していけたらなと思ってます。またその、ツイッターとかでね、ちょこちょこ琵琶湖ボックスの中に入ってるルアーも、そっちが一群のルアーなんでね、そっちも紹介していけたらなと、ちょこちょここう、ツイッターで、フォローしていただいてる皆さん、まあ、いらっしゃるので、まあ、限定情報出していこうかなと。限定情報っていうか、ツイッターのみの情報ですね、出していこうかなと思っておりますので、まあ、よかったらフォローしてください。それでは、ドライブクローでお別れしましょう。それでは、バイバーイ。いてちょっと待って、血出てきたやん、これ。